回なんですが、なっちゃんと一緒に感情千本ノックっていうものをやっていきたいなと思います。ほらすごい、なんでピュンだヒューストン。皆さんこんにちは、ヒューマンアカデミー声優漫画家専攻の長谷川れなです。そしてポンちゃんの先輩です、原夏子です。よろしくお願いします。なっちゃんさんです。よろしくお願いします。お願いします。今回なんですが、なっちゃんと一緒に感情千本ノックっていうものをやっていきたいなと思います。感情千本ノック。そう、なんかお題に合ったさまざまな言葉を表現していく、お題をお互いに出し合っていくっていうことで、まあ、例えば、まあ、ありがとうを萌えっぽく、萌えキャラで言ってみてとか、男の子で言ってみてみたいなことをやっていこうじゃないかっていう。あ、なるほどね。これさ、私めっちゃくちゃ今まで偉そうに言ってたからさ、ちょっとやれなかったら恥ずかしいね相当今までの回で偉そうに言ってたまあ今日は、せっかくなので、ちょっと最近の用語を使おうかなっていうことで、2020年の流行語大賞に使われた流行語何？なっちゃんには、ま、マンチマンチマンチ流行語大賞には、キュンデスを様々なキャラクターに演じていただきたいなっていう。キュンデスってどういう意味？なんかポケットからキュンですみたいな。好きですってこと？まあ、好きですとか、ドキッとした、え、かわいいみたいな、もらうのに近いです。キュンです、キュンです、ちょっと様々な感じでいろいろアレンジしていって。発音はキュンですじゃなくてもいいの？キュンですでもいいの？自分のキャラクターに合ったキュンですをいただければ。あ、じゃあちょっとこう英語っぽく言わなくてもいいの？もちろんもちろん。キュンです英語じゃないですよ全然キュンです日本語なんですけど、はい、キュンですっていう言葉を知らなかった。早速いきますよ、ヒュースタ。では、おばあちゃんのキュンですお願いします。おばあちゃん、おやおや、キュンですなぁこういうことです、そういう方、はい、では、幼い幼少期の男の子、おぉ、ママキュンかわいい。では、色っぽいお姉様のキュンをいただきたいです。坊や、とってもキュンでしたわこういうこと？あかんデスじゃなくなっちゃうけどね。じゃあ妹キャラのキュンです、お願いします。お兄ちゃんキュンだよすげえ。最後に、はい、ピーポくんのキュンですお願いしますみんなキュンだよすごいすごい、さすがこういうこと？そういうこと。え、すごいね、すげえもうデスじゃなくなったけどね、いや、すごいすごい語尾変えなきゃちょっとなんか成立しないなと思って。すごい変えちゃいました。はい、じゃあもうやっぱポンちゃんにもねやってほしいですよね。頑張るよ。流行語わかんないけど、え、ピエンとかは？ピエン、ピエンも入ってました、ノミネスされてました。入ってる？ピエン。じゃあピエンでポンちゃんにやってもらいたいと思います。緊張、いきます。はい、お母さんのピエン。ピエン何があったんだお母さん。クレヨンしんちゃんのピエン。うっさい、ピエン似てる似てる。ギャルのピエン。マジピエンなんかリアルだねちょっとヤンキーなピエン。ほらすごい、マジピエンだ極上の萌え萌えピエンを最後にお願いします。みんな萌え萌えピエン可愛いいや、素晴らしいですね。カオスな動画楽しかったけど、なんかただただ楽しかったね。ただただ楽しかった。楽しかったです。はい、ぜひ皆さんも遊んでみてください。遊ぶ人いるかな。でも声優業界で流行らせたい。そうだね。そうだね。楽しみながら。事務所でも流行らせましょう。やろうやろう。ね、みんなでやりたいと思います。やりたいと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。キュンデ。キュンデ。